最新バロンドール2023の有力候補ランキング。メッシが大手、シティ選手が上位独占。20位から6位まではこのようになっております。6位までもシティが多く入っているようですね。それでは5位から1位を発表します。5位ケビン・デブライネ・マンチェスターシティ。2022-23 シーズン10ゴール32アシスト。チャンピオンズリーグ、FA カップ、プレミアリーグ制覇。4位ビニシウス・ジュニオール・レアル・マドリー。2022-23 シーズン25ゴール26アシスト、コパデルレイ、クラブワールドカップ、スーパーカップ制覇。3位キリアン・エンバペ PSG。2022-23 シーズン55ゴール14アシスト、リーグアン制覇ワールドカップ決勝でハットトリックを達成してゴールデンブーツを獲得した。ニアーリング・ハーランド・マンチェスターして、2022-23 シーズン53ゴール9アシスト、チャンピオンズリーグ、FA カップ、プレミアリーグ制覇。それでは栄冠の1位は。リオネル・メッシ・インテル・マイアミ。2022-23 シーズン39ゴール25アシスト、リーグアン、ワールドカップ、トロフェでチャンピオン制覇。メッシは、シーズン後半戦の不調で8度目のバロンドールを逃す可能性もあるが、最終的には、ワールドカップ優勝という象徴的な出来事によって、メッシは再びゴールデンボールを手に入れることができるだろう。世界最高プレミアリーグ最多得点更新、チャンピオンズリーグ優勝得点王、これでハーランド取れないならもう多分無理だよ。メッシはワールドカップの MVP であって、シーズン1年を通した MVP ではないやろ。ハーランドの3冠もすごいけど、ワールドカップの年はワールドカップ優勝が優遇されてるっぽいし、何よりレオは36歳でゴール、アシストともに20以上はすごすぎでしょう。そして最後にワールドカップ優勝までのシナリオが完璧すぎるよ。ハーランドもすごいけど、ワールドカップは大きいからメッシかな。ハーランドはこれから、メッシが一番平和。